ジョン・ロバート、ジョニー・マイズは1930から1950年代に活躍したアメリカメジャーリーグの選手。主なポジションは一塁種。ジョージア州でモレスと生まれ、右投げ左打ち。ニックネームはビッグジャーン、ザ・ビッグキャット。1940年代のカージナルス、ジャイアンツで本塁打王を4度獲得した強打者。 ピードモント大学在学中の1930年にカージナルスとアマチュア契約を結ぶ。1936年にメジャーデビュー。マイズは選球眼が良く、当初は打率重視のバッティングをしていたそうで、1年目から126試合に出場し打率。329、19本塁打の成績を残す。2年目の1937年には打率。 363を記録し、上メドウィックと、首位打者を争ったが2位に終わる。念願だった、首位打者は4年目の1939年に獲得。この年は、本塁打王と含めて2冠を獲得した。首位打者のタイトルを取ったマイズは、以後長打力を重視した打撃スタイルに転向する。1940年に43本塁打。 137打点を挙げ2年連続の本塁打王と打点王の2冠を獲得した。1941年シーズン終了後にカージナルスからジャイアンツにトレードされる。ジャイアンツ在籍時の1943年から1945年は第二次世界大戦のため兵役につき、1946年に現役復帰。翌1947年と48年は2年。 続けて、リーグの最多本塁打のタイトルを、ラルフ・カイナーと分け合った。1949年シーズン中、出場機会が少なくなってきたことに不満を表明し、ヤンキースに移籍する。移籍したことで、マイズの出場試合数が増えたわけではなかったが、彼はこの年からのヤンキースのワールドシリーズ5連覇に、大きな貢献をしたと言われている。1953年に、現役引退。 1981年にベテランズ委員会がアメリカ野球殿堂入り選手に選出した。1993年生まれ故郷のジョージア州で死去。首位打者となった後パワーヒッターとしても成功するなど、器用さと長打力を合わせ持った打者である。現役通算のオプスは95、959にも達し、1937年から1940年の4年間は、 オプスが1.000を超える活躍を見せた。また1947年に史上唯一のシーズン50本類打以上で50、三振未満を記録した。打席に立っている間は途中でバッターボックスを外すことが決してなかったそうである。ありがとうございます。